事故があったのは幕別町豊岡の町道で、午前8時ごろ乗用車同士が衝突しました。この事故で高齢とみられる女性が死亡しました。双方には2人ずつが乗っていたとみられ、他に3人がけがをし病院に搬送されていますが、いずれも意識はあるということです。現場は片側1車線のカーブした道路で、事故当時小雨が降り道路は湿っていました。警察は一方が対向車線にはみ出したとみて事故原因を調べています。